knowledge is more powerful than ever before. Fate has chosen you. Hey everyone, it's Dalton Link. We're here at E3 2018 at the Bandai Namco booth. I'm with Akubo-san, the producer of Soul Calibur 6. How are you doing today? I'm doing fine, thank you. Thank you so much for taking the time to talk with us about Soul Calibur 6. It's a pleasure. I know that you just revealed the first story trailer, first story details for Soul Calibur 6. Can you tell the fans what we can expect from the story modes? まず、今回のストーリーモードでは、一番最初のですね、Soul Calibur の1の時代から、そちらをですね、今一度我々が新しく定義し直したソウルキャリバー対ソウルウェッジ、まあ、光対闇のですね、この対決っていうものを体験することができます、まあ、過去のシリーズすべて我々見直していろんなディスカッションをしてきたんですけれども、まあ、一番最初でかつ一番重要なですね、ソウルキャリバーとソウルウェッジの生まれたところの原点というところがしっかり描ききれてなかったんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、そこの部分を新たなストーリーと新たなキャラクターを加えてですね、お客様皆さんに楽しんでいただけるような作りになっています。Now at E3 2018, we have the first playable of Geralt of Rivia in Soul Calibur 6. Can you tell us a little bit about the experience of implementing in the game and collaborating with CD Projekt Red? はい、私の方はですね、Soul Calibur 6以外に鉄拳7のプロデューサーもさせていただいて、まあ、鉄拳7の方ではギースとノクティスを追加させていただいて、まあ、本当にベースとなるゲームから、まあ、我々のこう鉄拳であったりとかソウルキャリバーの方に、実現させるために、まあ、いろいろとやっぱりそのお借りする会社さんにですね、こういう形でどうですかとか、まあ、こういうこと言わせていいですかとかですね、チェックしてもらうんですね。今回ゲラルトに関しては一番最初の立ち位置、自分の重心がどこにあるかっていうところと、あとはやっぱり肩の位置、肘の位置、まあ、手首の角度まで非常に何度も作り直しました。あらゆるそのポジションが次のアクションにこうスムーズに入っていけるポジションっていうのをすごく大事にしていて、非常にすごくそこは強い、こだわりを CD プロジェクトさんのこだわりを非常に感じましたし、当然我々も格闘ゲームを作ってて、そういうことは気にはしているんですけれども、まあ、改めてそこのこだわりっていうところが非常に面白かったですし、勉強になりました。I know Soul Calibur 6 is introducing many new mechanics, including reversal edge. Can you tell us a little bit about reversal edge and some of the new mechanics the players can expect? まず、リバーサルエッジを一番最初に企画をさせていただいた意図としては、やはり初心者の人が対戦ゲームにおいて、上級者の人と対戦したときに、一方的に負けてしまうっていう場面を、まあ、よく見るきっかけで、初心者の人はもうこのゲームならまだいいんですけども、対戦格闘ゲームはもう二度とやらないっていう人も結構多いと思うんですよね。そこの駆け引きっていうところですね、相手とできるっていうところを作ってあげたいなっていうところが一番最初の企画をしたきっかけになります。演出の面でもあらゆるプレイヤーの皆さんに自分があたかも剣豪になったかのような気分を味わえるような演出っていうところをこだわって作りました。剣豪気分っていうと、こう相手の剣がこう降りてきて、それをギリギリでこうかわして次のムーブにつなげるとかですね、まあ、スローモーション演出とかも入れて非常に見栄えもするんじゃないかなというふうに思います。 Yeah, the reversal edge adds such an awesome cinematic touch to the matches, and I think being able to kind of turn the tide of a battle between a pro and a beginner player is a really interesting choice. Well, I know the fans can't wait to get their hands on the gameThank you so much for stopping by and talking about Soul Calibur 6 with us. Thank you. Great to see you.